皆さんこんばんは、東大阪新聞チャンネルの第5週担当します石川でございます。今日は2019年1月あるいは平成最後の1月と思いますが、それにふさわしく新年早々ふさわしく今までのゲストの中で一番若い方が最年少者の新井千秋さん、千春です、をお招きしております。一度記事にはさせていただいてますけれども、新井さんは面白い街づくりをやろうということで、自分たちが面白いなというような街を作りたいという思いがありまして、生まれも育ちも八尾っ子でありますけれども、少し二十歳頃から少しよその町も知るということで、中央は、ね、10年ほど留守されたんですかね。そうですね、約10年ぐらいは八尾離れてましたね。はい、で戻ってこられて、いろんな姿を見て、いやいやこれじゃいかんと、我々、若い手で八尾を活性化しようと、まあ、こういう強い熱い思いで会社を作られて、今自営で頑張っております。で少し冒頭でありますので、ご自身から簡単に自己紹介をしていただきます。はい、はい、僕はですね、株式会社ソラシアの新井千春と申します。今現在八尾市の茅振町という場所で、まあ、不動産業をさせていただいておりまして、まあ、一般的なマンション管理だったり、まあ、仲介業に加えてですね、まあ、こう地域資源である、まあ、空き家であったり長屋で空きテナントをまあ活用して、まあ、こう面白い場所が増えればいいなという思いでですね、不動産業を起点に現在活動させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、不動産業をやりに、はい、なるというのは何かきっかけがあったんですか。はい、まあ、そうですね、まあ、不動産業界に今入るというのは、まあ、実は高校生時代からまあずっと考えていて、で、まあ、それは今みたいにこう街づくりだったり、まあ、何か空き家の活用したいというような考えではなかったんですけども、まあ、単純にこう衣食住のどれかでまあ生計を立てて生きていこうかなという中で、まあ、学生時代にアルバイトでまあ経験できなかった不動産業界というのをまあ選択したというような形ですね。まあ、大概職の方で入る人が多いんだけど、はい、珍しいですね。珍しいですかね。まあ確かにそうですね。あまり周りにもまあそういう話とかは友達とかにも知ってはなかったですね、当時は。はい、でその今どん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 町が、まあ、一般に言われるそのシャッター街とかね、はい、あるいは空き家が増えたり、はい、まあ、高齢化して、はい、というようなことも非常に大きいんですけどね。はい、あるいは学校も廃校になったり、はい、ということであちこちの市町村で見受けられるんですけど、はい、こういう現実見ておられてどういう思いを持っておりますか。まあね、その建物がやっぱり朽ちていったりとか、まあ、なくなっていくというのもある意味ね、すごい自然なことだなとは思うんですけども、うん、まあ、その今はねどちらかというとこう潰さなくてもいいものも潰してしまって、うん、まあ、それをまあ新しくしていくっていう、うん、まあ、日本独特の文化の中で、うん、まあ、それはすごい、まあ、もったいないなっていうのが一番正直な部分ですね。で、まあ、特に京都で代表されるように、はい、まあそこも一時はせっかくの街並みをね、ペンシルマンションみたいなのができたりして、はい、だいぶおかしな感じになった。最近はまた町屋をそのまま生かしてね、はい、まあ、フレンチになったり、はい、イタリアンになったり、そうですね、まあ、ブティックになったり、いろいろ面白くなってきてる。はい、中には居酒屋も結構面白い居酒屋があってね、はい、でその居酒屋来てるのは外国人の人、ちょっと泊まってで夜遊びに行って、はい、でその居酒屋で、はい、まあ、日本の酒飲みながら、はい、食事しながら、まあ、我々時々行って食べることもあるんだけど、はい、まあ、そういうふうに変わってきてる。だから昔のままは
そのまま大事にしようやないか、理解していこうやないかいう考え方ですな、はい、そうですね、はい、で、まあ、そういうことで例えば空いてるっていうのは、はい、どんなもんが空いてるんですか。どんなもの、空き家ですかね。一般 の、はい、居住スペースの空き家ね、もあるだろうし、はい、あるいは商店もありますよね、はい、そうですね、はい、で商店街でもシャッター下ろしたままで、はい、虫食い状態でこうなってるというのがあるし、はい、それから倉庫みたいなのもあるんですか。ありますね、はい、ありますね、うん、でそのさっきもちょっと触れましたね、小学校が、はい、まあ、併合するということなんです、はい、でそういうところも、まあ、対象にして、はい、何でしたっけ、難しい言葉、リノベーション。リノベーション、はい。今でこの辺のところちょっと、はい、分かりやすくリノベーションについてお話ししてください。リノベーションですか。まあ、すごい、まあ、説明するとね、すごい複雑なんですけども、まあ、なんかそのリノベーションってなんか一般的に住宅であったり、なんか物をこう直すっていうことがリノベーションっていう言葉で、まあ、使われてるのかなと思うんですけども、まあなんか結構僕は全てがなんかその何か基礎があって、その後に自分たちが何かすることっていうのは、まあ全てリノベーションにっていう考えのもとでなんかこう考えていくことができるんじゃないかなっていうふうには考えてまして、なんかまあそれがまあエリアであったりとか、まあその建築単体ではなくて街全体で考えた時にそれはこうエリアリノベーションっていうふうに読んでもまあいいのかなっていうふうに考えておりますね。そうね、はい、まあ、その個々の物件を対象にしてリノベーションというのが、はい、なんか一般論としてあるように、はい、で、あなたがおっしゃるその部分は、はい、それを少し束ねて、はい、体系化してというかね、はい、束ねて、あるいは立体的にという方がいいかも、点と点だけじゃなし、点、ね、点とあるけどそれを結んで線にして、それから少し立体的にこう持っていこうと、こういうものの考えですよね、はい、そうですね、はい、でそれのまあ仕掛け人でもあるわけよね。はい、まあ、これから八尾でやっていきたいなとは考えてますね、はい、まあ、なかなか面白いと思うんですけどね、はい、で、まあ、その株式会社ソラシア、はい、ソラシアってまだハイカラーの名前だけど、はい、どういう意味があるんですか。いや、これ、まあ、よく意味聞かれるんですけど、まあ、実はあまり意味なくて、まあ、なんかとりあえずこう不動産屋っぽくない会社名をつけたくて、まあ、ソラシアっていう名前にしたっていう、まあ、後付けでよければ造語にしたんですよ、まあ、ソラっていうのと、まあ、幸せっていう言葉を掛け合わせて、まあ、なんか空見てこう幸せって感じれるような日常を送れるような街づくりだったり、こう住宅環境っていうのを作れたらいいのかなっていうふうにっていうのが後付けですよね。だから初めはなんか本当になんかこのネットでいろいろ調べて、うん、不動産屋っぽくない名前にしたくて、はい、付けさせてもらいました、ね、今から言うところはなかなかおしゃれですよね。そういう、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、まあ、そういう感性っていうのはまあ大事だと思うんですけど、はい、で、まあ、ちょっと会社作られて今日まで、はい、10年12年かな2年ですかね、ソラシア自体は 30歳の時、あ、そうですね、はい、12年で、どうですか、はい、うまく自分の考えてたことと現実はいろいろあるとしても、はい、少しは思い通りに動いてるんですか、経営できてるんですか。まあ、そうですね、まあ、なんですかね、この街づくりもそうですし、まあ、空き家事業っていうのは、まあ、おそらく宅建業者、宅建免許を持っている不動産業者さんとあまりされてないんですよ。これはまあ利益の問題であったり、まあ、やっぱり一件案件を受けるごとにやっぱり時間がかかったりするので、まあ、そのよく不動産関係のまあ本でも売られているよう な、まあ、なんかその利益性だったりとか、まあ、成長性という部分だけではなくて、まあ、もう少しこう社会性というまあ考えた部分でだけの話で言うと、まあ、自分は地元に戻って、まあ、同世代のまあ仲間もそうですし、まあ、共感してくれるまあ年下であったり、まあ、年上の先輩方と一緒にこう活動できているというのは、まあ、少しずつこう進んできているのかなというふうには思いますね。いいですね。で、そのビジネスチャンスとしてはね、はい、今の考え方からすると、まだ町に着いたという段階ですか、もうかなりもうそこそこのビジネスとして、はい、まあ、
俗に言うと、まあ、利益も出てるよと、はい、というところまで来てるんですか。いや、ヤオは本当まだこれからですね。これから、はい、でこれからとすると、はい、どういうようにすれば、はい、これから成り立つかというそのビジョン、はい、っていうのを出せていただきますと、私はこういうことをすると、うん、まあ少しは自分の考えているようになってくるだろうし、はい、でそれに伴って仲間も増えるだろうし、それに伴っても物件が増えるということで、少しは利益も稼げれる。なるほど利益ですね。やっぱり商売、はい、株式会社張ってる限りは儲けないから、はいはい、そうですね。ちゃんと利益性っていう部分が、うん、まあ、やっぱり結果的には持続性だったりという部分がつながってくると思うので、まあ、僕らもやっぱり不動産業者でまあ行くと、もちろんそのオーナーさんのまあ力の上昇であったりとか、まあ、そのエリア価値の向上という部分はすごく 大切にはさせてもらってて、でまあその中で自分がまあ八尾にこういうお店があったらいいなとか、まあ、空き家でこういうことをしたい、チャレンジしたいっていうまあ若手の人たちがいてる中で、まあ、そこをこうマッチングするっていうのが、まあ、自分たち不動産業としてはやっぱりテナント仲介だったり、いわゆる普通の空き家の一般住宅の仲介という部分で、まあ、しっかり利益をつないでいくことができるのかなというふうには考えております。やっぱり利益の源泉はそこにあるわけね。そうですね、はい、まあ、得てとするところであるし、コアの部分はね、そうですね、それは生きていくための必要かもしれない。そうですね、はい、で例えばあの前回夏だったと思う、7月だったかな、はい、あの民泊があって、はい、それで八尾で、ニコさんやった、ギャラリー、ギャラリーニコですね、はい、であの時あのちょっと一緒に出ていただいたんですけれども、はい、ね、はい、でその後ね、はい、まあ、一つ二つとお聞きしたいんだけど、民泊がまだとこれいろいろ修正されながらも、はい、一応今のところあの普及しだしたね、はい、でニコさんを見てて、ギャラリーニコさんを見てて、八尾ではああいうビジネスというのはい、これからも増えていきそうですか。そうですね、やっぱり、ね、その一般的にはまあインバウンドであったりとか、まあ、海外の方が日本に来て、まあ、何か地域が発展するというのはもちろん、ね、地域の行政の方も考えてるでしょうし、で、まあ、実際若い八尾の方でも、まあ、なんですかね、長屋をであったり、まあ、空き家を使って、まあ、そういうゲストハウスであったり、なんかそういったことを考えてるっていうのは僕の方にもやっぱりちょこちょこお話は、はい、来ていただけるので、まあ、増えていくのではないかなっていうふうには思いますね、はい、まあ、それは第一号で、はい、あの最初からね運営のサポートしておられるから、はい、まあ、その辺はちょっとあのアドバンテージありますよね、はい、うん、なるほどね、はい、でそんなんで、まあ、物件はまあ、はい、物件はある、はい、でどこへそんな話を持っていったら一番早く手っ取り早くね、はい、あのうまく対応できるかなって、なかなかないでしょ。そうです、役所に持っていってもちょっと違うだろうし、はい、というてそこ町のある不動産に行ってもちょっと違うだろうし、そうですね、はい、でその辺を少し OEPR ここでしといてもらって、はい、そうですね、 OEPR しかない、はい、まあ八尾でまあ、これからですねこうやっていきたいなって思ってるのは、やっぱり結構行政の方もそうですし、僕ら民間業者でまあ使いたいっておっしゃってるお客さんですよね、の方の中で結構こういうお店をやりたいとかっていうまあお話はさせていただくんですけど、結構そこの場面にそのいわゆる所有者さんですね、地権者さんがやっぱり混ざってないことが多いので、結局何かをしたいって思った時はこう地権者さんをまあ説得ではないんですけど、あの一緒にやっていただけるオーナーさんを見つけるっていうのがすごく大事かなと思ってまして、いわゆるその使いたい方、そしてオーナーさんの思いをつなげるようなアナログなプラットフォームの場っていうのは、あの八尾でこれ来年今年ですね、あのどんどん作っていきたいなというふうには考えております。でその八尾と奥の大きく捉えておくのも大事なんだけど、はい、同時にね、はい、あの以前お話しさせていただいた、はい、スモールエリア、はい、スモールエリアで、はい、であの時おっしゃったのは近鉄八尾駅前の半径、はい、2キロ圏内ですね、2キロ圏内、はい、の中でこうやろうと、それをさらに絞って、はい、今度は200メーターですね、はい、
でこれねものすごく僕はね面白かった、はい、なるほどなと思った、はい、だからやっぱりね思いは大きくせないコンセプトを、ね、そうですね、はい、だけど実際の現実やっていくときにはやっぱり絞って実際に絞って、はい、そこからピンポイントでこう攻めていくと、はい、まず点を作るっていう、ね、そうですね、はい、まあ、そんなんで、ね、じゃあなぜ半径2キロがいいんですか。そうですね、まず、まあ、自分はまあ近鉄八尾が地元で、うん、まあ、半径2キロ圏内で、うん、まあ、今石川さんがおっしゃったように、まあ、その中でも、まあ、端から端まで大体5分ぐらいで、まあ、歩けるような距離っていうのが、まあ、200メートルから300メートル圏内の中で、いわゆるその空き家であったり、まあ、空きテナントっていうのを使用して、まあ、連鎖的にこうプロジェクトを起こすっていうのは、まあ、すごく必要なのかなと思ってまして、まあ、これいわゆる、まあ、近鉄八尾で一つ何か建物を活用して再生して、次八尾南の方でも再生したってなっても、こう地域の方はもちろんそうですし、この近隣のオーナーさんもそこがちゃんと活用されてるかどうかっていうのは可視化してすごく分かりにくいっていうふうに僕は思ってるんですね。そのいわゆる来た人がなんかここ変わったなって多分思うには、すごくこう連鎖的にその 200m 圏内の中でいろんなお店であったり、新しい建物で新しい活用した建物であったりっていうのが起こっているっていうのが、まあすごくこう大事なのかなと。で今までやっぱり使われていなかったこう建物に、まあ、価値が出てくるっていうことになってくるので、今までそこに興味がなかった地権者さん、オーナー所有者さんも、まあ、自分の持ってる所有してる建物ですよね、価値がないと思われてる建物もなんかこういう活用方法で実は価値を上げることができるんだっていうふうに、なんかそこにこう気づいてもらえれば、すごくまた別に僕が仕掛けなくてもいろんなところでこうプロジェクトっていうのは始まっていくんではないのかなというふうに考えております、ね、これは大変面白いと思いますわ、まあまあね、でじゃあ一人では、ね、はい、なかなかそのできないけれども、はい、いろんな仲間がおそらくうちの人だから、はい、もう小中高、ね、はい、大学まあ、いっぱいいましたね、はい、で八尾だから、まあ、おそらく大概地元でずっといらっしゃる方は、まあ、親父さんの代をいずれ、はい、いずれ、はい、まあ、あと10年ほどすれば引き継いでいくと、はい、世代だと思うんだけど、はい、で地の人がもう結構いると、はい、でそうするとそういう仲間との連携というか、あるいは情報 の交換というか、はい、あるいはまた別の違った意味での交流が会みたいなものがあって、はい、でそんなのはやっぱり仕掛けておられるんですか。そうですね、まあ、実際うちの、まあ、僕のまあソラシアの会社自体も、まあ、2軒長屋をまあ改装して、まあ、今テナント、うちの会社ともう1社別の会社に入っていただいてて、うん、で上がまあ実はシェアハウスに今なってて、うん、でまあ、そこのリビングで、まあ、同世代でまあ月に一度集まって何かこう、まあ、食べたり飲んだりしながら、なんか八尾でこういうことをしたいねとか、いわゆるその、まあ、話し合い飲みながらですけど、まあ、話し合いをして、まあ、それをまあ実現化していくっていうのを、うん、まあ、一つのきっかけになれば面白いのかなというふうには考えてますね。一回そういうところで、はい、取材させて、あ、全然、はい、よかった、本当に食べてるだけです。飲みながらワイワイってやってるわけでしょ、はい、そうです、はい、それはね、絶対ね、面白いと、はい、そうですね、なんかね、はい、人間中の面白いので喋ってたらね、はい、まあ、即発されるわけ、うん、これ心理学でちょっと別にちゃんと理論的にあるんだけど、はい、これがね、やっぱりね、ポッとアイデア出てくるね、即発されて、そうですね、これが大事だ、はい、全くなんかその街づくりって結構不動産会社とか、まあ、建築であったりなんかそういう、まあ、色がなんか、ね、強いイメージなんですけど、なんか割と八尾って結構この教育関係だったりとか、まあ、その子育て支援の関係であったり、まあ、いわゆる福祉関係っていう業者さんであったり、なんか そこで結構街づくりとか考えてる方が実は同世代でも結構いてるなっていうのは、なんかそういう食事会だったりとか、なんかそういう集まりで、まあ、僕も気づいたことがすごく多いので、なんかそこをね、八尾独自の何か面白いことができるんじゃないかなというふうには思いますね。なんかね、じゃあその面白いっていうのはその どういうとこ、こういうことが面白いんだよと、はい、新井さんが考えておられる面白い街、ね、面白いっていうのは少しイメージというか、はい、まあ、具体的ながら言いにくいかも、イメージとしては、はい、こんなことがあればこういうところだから面白いんだと、この面白いというのはどういうふうにイメージしたか。あ、そうですね、
まあ、やっぱり僕は基本的には何ですかね、その、まあ、やっぱりいいお店であったり、まあそのまあ、いい商売をされてるお店っていうのが、まあ、残ることで、まあ、なんか結果その、まあ、別に僕もフランチャイズは使用したりもちろんしますし、あの何か、ね、災害があった時ってやっぱフランチャイズってすごく力になるとは思ってるんですけど、まあ、それだけではなくて、もともと地域にある魅力であったり、そのコンテンツを抱えているようなお店を僕たち八尾の人が使えるようなこう街になれば、なんかそれはすごいこう面白いって、まあ、僕が勝手に言ってるだけなんですけど、なんか別に誰かのために僕は面白くしようっていうのは、まあ、実はなくて、なんか自分が遊ぶ範囲であったり、自分たちが商売する範囲であったり、なんかこの周りの人たちが、あ、なんかこの空間いいよねっていうような、なんかそういうすごいニュアンス的な部分の面白いっていうのがなんか大きいですかね。なんかそのなんかいいお店を残したりとか、なんかただただ新しいお店を作るだけではなくて、なんか元々あるお店をしっかり地域の人たちが使っていけるような環境っていうのがいい環境なのかなっていうふうには思ってます。難しいな。まあなんかすごいなんか難しいこと言うと、あのなんかその、まあ、センスがいいとか、まあ、おしゃれとか面白いって、なんかこの地域の人のなんか 2% ぐらいがだけが気づくらしいんですよ。でその 2% の人がイケてるって思うことは、まあ、実はすごくイケてることで、その 2% の人が気づいた後に次 16% の人が気づくらしいんですね。でこの 16% の人でそのイケてる空間っていうのは実はできるっていうのが、なんかこの、まあ、データ的には出てて、なんかその辺はね、すごい難しい話なんで僕は説明できないんですけど、はい、まあ、例えばね、はい、あの今流行りで僕らもゲスト出てもらったことも知るんだけど、はい、子ども食堂っていうのは、ね、はい、流行ってますね、はい、でその単に子ども食堂じゃなしに、そこに、シニアが入ってきて、はい、っていうようなことですね、はい、で今のジェネレーションギャップっていうのがそこでこうあって、はい、コミュニケーション、あるいはもっと広く言うと、あの教育的な、はい、側面も含まれてね、はい、まあ、道徳教育なんかがここで教科書があって、先導もそこでシニアとの交流があって教えられると、はい、まあ、いうような感じのものね、うん、だから子ども食堂の点がさらにずっと広がって大きくなって、まあ、メインになって、はい、でいろんなあの中身コンテンツも変わってきてる、はい、でそういうのが少し芽生えてきてるからね、子ども食堂スタートしたのは。シニア食堂っていうのを作った。シニア食堂ですか。シニア食堂、そうですね。それもいいかもしれないですね。八尾ね、結構その、まあ、高齢者って多分怒られるかもしれないんですけど、まあ、まあ結構多いので、でも実際どうなんですかね、なんかそのシルバーの人材の派遣であったりとか、なんかそういうのも八尾では結構活動してるようなイメージはあるんですけど、うん、なんかそういう、あのどれかな、もうとにかく時間持ってると思うね、うん、でまあ金も少々は持ってるから、はい、そういうところで、ただ足りんのは、特に男性はね、特に男は、はい、その地元の人たちの交流がない、うん、でほとんどが、まあ、今のバブルの経験してきて、そのまあ言うならば今日の日本を作ってきた、はい、まあ、人がリタイアしてるでしょ、はい、だからそっちの元会社というところで働いた仲間との交流はあるけども、地元へ帰って、地元でのじゃあ町の人 あのじいさんばっかり の交流っていうのはいらない。あ、なるほど、はい、でそれであぶれてるのもたくさんいる、ね、はい、でそうすると、まあ、そんな何かのきっかけがピュッと集まったでもあった、でそのうちにはああとなるというようなね、なんかそれの最初のきっかけなのが子ども食堂みたいな感じでパッとこう行けたらいいな、うん、初めから難しいなんとか軸とかこういうことでいくと、まあ、そうですね、はい、みんなちょっとこう離れるから、はい、ような感じするんだけどね、はい、確かにそうですね、うん、なんかその、うん、今旧法寺、まあ、寺内町の、まあ、輪郭堂という建物、まあ、その活用に関して、まあ、相談を今受けさせていただいてて、うんうんうん、でまあ、実際その NPO さんがまあ管理をされてるんですけど、まあ、やっぱり寺内町の役員さんたちも、まあ、もちろん僕よりは世代が上の方が多い中で、その学校教育ではまあ教えれない部分であったりとか、なんかそういうものをなんかその建物を活用して、空き家だったり長屋を活用してなんか教えるような、地域にこの旧法寺寺内町の一角がなればいいのかなっていうふうにはおっしゃってたので、ね、そういうことです、はい、でその時にね、あんまりね年配者がね、うん、
いう発想はね、あかんと思う。だから、若手を、はい、その中心にして発想させる、はい、それをね、裏側で支えて、サポートしてあげるっていうのは年配者必要だよ、はい、だけども実際に具体論で動くときはもう若手の感性の、はい、やっぱり今の時代の感性でやらした方がいいような気がしますな、はい、うん、で、少し面白い話になってきたんだけども、はい、でそういうことで、まあ徐々にこう動いておられるんだけど、はい、なんでこの八尾をね、はい、面白いマジで、もう少し八尾そのものっていうのを深くこう調べるっていうか、捉えていくっていうかね、八尾っていうのはこういう歴史があって、こういう文化があって、はい、こういう風土を持ってて、はい、でまあ言うならば八尾という町柄を、はい、まあ、経営で言ったら、まあ、ちょっと分析するならば、弱み強み、はい、ってなりません、はい、一言で言うと SWOT、まあ、ご存知ですよね、はい、いうような感じでこう八尾をちょっとこう分解する、分解ですか、どういうふうに捉えてます？まあ僕の中でやっぱり強みっていうのは、まあ、やっぱ八尾の方はすごい、なんか一回出て行っても、まあ、結局地元はまあすごく強いんで戻ってくる方がいてるっていうのは、うん、まあ、すごくするわそうなんですよ、うん、強みかなとは思ってますね。で、まあ、弱みに関しては、まあ、そのコミュニケーションって、まあ、いい意味でまあ結構使われるんですけど、なんか割とこう閉鎖的な意味合いっていうのも僕はあると思ってて、うん、なんかこの八尾、僕はまあ八尾なんで、まあ、飲食店でまあオーナーさんとか話してても、うん、まあ、オーナーさんが八尾の方で、いや僕も八尾なんですよみたいな感じで言うと結構こう和気あいあいとしてくれるんですけど、うん、これ八尾以外の方でなんかこう行くと、なんかこうね、なんか別にこう何て言うんですかね、余計物にするわけではないんですけど、その輪に入りにくいのはなんか多少あるのかなと思ってて、なんかそれが良くも悪くもコミュニケーション能力は八尾が絆というか、それが強いのが実はこう弱みにもなるんじゃないかなというふうには思いますね、はい。そうすると一回外のあれを飯を食ってよね、うん、あれだもん、はい、そうですね、なおさらそういうことが客観的に見えるわけね。そうですね、まあ、僕もやっぱり京都乗った、京都で、はい、仕事、京町屋の再生とかもさせていただいてて、うん、で、まあ、やっぱり大阪から京都に行くと結構初めはなんか、うん、大阪人やからみたいな感じで、うん、オーナーさんでもなかなか会ってくれなかったりはしたんで、うん、なんか八尾もなんかそういうとこ実はあるん違うかなと思ってて、うん、はい、なんかそれがまあ強みでもあって弱みでもあるのかなというふうには感じますね、はい、中に入り込むとね、やっぱすごい皆さんいい方が多くて協力的かなと思うんですけどね。そうそう、はい、やっぱり外門でも一旦ね、ちょっと少し苦労するけど一旦入ってしまうとね、はい、もうすぐもう仲間扱いしてくれますね。そうですね、はい、だいたい名古屋でもそういうとこあるしね、あ、京都でもそうですね、はい、だいたいそういう話がある、はい、うん、そうか、はい、そういうそのいいところというのをやっぱり抑えて、はい、まあ、弱みは弱みでね、はい、弱いところは弱いところであれですね、はい、やっぱり強みの部分というのはどん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 強くしていくっていうのが大事だと思うし、はい、それから、まあ、そういうことで、まあ、今32歳だけど、はい、もっと下の世代ね、はい、奥さん今5歳と2歳ですね、はい、でその辺のレベルから小学校や中学や高校の後輩たち、ね、はい、これからの世代の子供たち、はい、八尾のこれからの世代の子供たちに、まあ少し先輩としてね、はい、こうあってほしいと、はい、こういうように持っていこうやないかというようなその言葉をかけるとすれば何かありますか？はい、まあ、そうですね、今は結構大学生の子とかとも一緒にお仕事であったり関わらせていただくことも多いんですけど、うん、まあ、すごくやっぱ頭いい子めちゃくちゃ多いなと思ってて、はい、なんで頭がいいからすごく結構難しく物事を考える子たちもいてて、なんかもう少しこうシンプルになんかこう自分がしたいことであったり、こう面白いことっていうものをできるような空間であったり、その空気感っていうものをどんどんこう僕たちの代と、まあ、その下の代の子たちで作っていければ、うん、いいんじゃないかなというふうには思いますね。なるほど。で例えばね、まあ、僕らの子供の頃、小学校ぐらいの近所にね大学生がおってね、はい、
それでその大学生が中心で、まあ、子供会みたいなのあったんでね、はい、で近くに教会があったからこの時期そのクリスマスなんか その正月とかクリスマスとかいう大きなイベントがある時には、はい、その大学生が中心になっていろんな仕掛けしてた、はい、でそんなんで遊び回っとった、はい、そんな大学生今いる？あのいてると思いますね、すごく、はい、でそうするとね、はい、そこでやっぱりねあのやってることといかんこと、はい、言うてることといかんこととかいうことだね、はい、自然に覚えるよね。そうですね。で先輩後輩中、はい、そういうあれができるし、はい、やっぱりあの年上を足しにて敬わないようにリスペクトせないかんと、はい、これ自然できてたと、ね、はい、でまあそれが、まあ、まあコミュニケーションってで、まあ、そういうのも大事だと思うんですわ、はい、だからぜひ子供たちを巻き込んで、はい、ちょっと引っ張っていったら、はい、ぜひよろしくお願いしますまあね、楽しいことであったりとか、まあ、なんかその、ね、街づくりってまあすごく難しい言葉なんですけど、うん、なんか僕はまあこの空気づくりっていうのは唯一こう意図的にできるものだと思ってるので、うん、なんかそれをまあ同世代だったり年下の世代とまあ一緒にできるような仲間っていうのを今後今年ですね、募っていけたら嬉しいなというふうに思っております。まあ、2019年、はい、最初の1月でありますけれども、はい、まあ、平成31年の正月最後の平成の、はい、ですけど、はいはい、一つは将来に向かって、はい、あるいは今年1年の、はい、抱負、はい、最後に一言語っていただけますか。はい、そうですね、まず、まあ、うちの株式会社ソラシアとして、まあ、しっかりこう、まあ、事業性を持たしてまず継続していくっていうのが、まあ、結果的にこう自分たちがしている活動を、まあ、長期間にわたって続けていくことになると思うので、まずそこはまあしっかり頑張っていきたいなと考えております。で、まあ、それに加えて、まあ、空き家であったり、まあ、その古い建物を活用して何かこの面白い場所であったり、まあ、魅力的なチャレンジができるような空気作りっていうのを、まあ、今年特に力を入れてやっていきたいなっていうふうに考えております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、ソラシアの、はい、社長さんの荒井千春さんですけれども、はい、まあ、新しい、街をこういうふうに若手で作りたいということをおっしゃってます。ぜひこの指止まれと言ってますので、はい、賛同される方は、はい、その指に、はい、止まりに行ってあげてください、はい、よろしくお願いします。そういうことで、はい、ますますのご発表もお願いします、はい、すみません、ありがとうございます。